片山先生に質問ありますか？地方ふるさと納税についてお伺いします。もともとは菅さんが総務大臣だった頃に、地方への税の移転、ふるさとへの恩返しだというような趣旨で始めたものでしょうけれども、現在の3割がダメだとするならば、返礼品を例えばゼロにすれば本来の趣旨に沿うようなものになるとお考えになるか、あるいはもう制度自体投げ売りですね、安売りですね。だからレッドオーシャンというのは血みどろの戦いです。ブルーオーシャンが凪の海で収益性の高い商売をする。でところが価格競争とかもうそういうしのぎを削るのがレッドオーシャンですね。でピント外れは、まあ浅知恵と言ったら失礼ですけど、ピント外れてると、東京目線でピント外れてると、この3つが特徴です。例えばプレミアム付き商品券っていうのは何のためだったんでしょうか。これ全ての自治体がやったんですけど、プレミアム付き商品券何のためだったのかなって。地方創生でやったんですけど、地方創生は若者の人口流出を止めるっていうのは一つの眼目ですけど、プレミアム付き商品券を発行したら若者の人口流出が止まるでしょうか。何にも関係ないですよね。でも国はこれを一生懸命進めたんです。地方創生でこれやりなさいやりなさいと、それで全部やったんですけど、ピント外れですよね。で1万円で1万2000円のものを買えますよっていう仕組みで、これダンピングですよね。2割お得ですよって。ふるさと納税って、まあ、最近またちょっと新聞紙なんかで話題になってますけど、これは私は港区に住んでいて、私はどこでもいいんですけど、どっかに寄付すれば、例えば10万円寄付すると、私の地元で払う税金は9万8000円安くなります。2000円を上回る分が。港区の税金減るわけですよね。どっかに寄付すれば。だからふるさと納税でうちへうちへって言ってるのは、実はよその税金を奪う作業なんです。税の奪い合いです。どっかに寄付が集まれば、どっかの税金が減るんです。増えるわけじゃありませんから。だから税の奪い合いです。レッドオーシャンです。これ、血みどろの戦いを今やってるわけです、市町村が。で、その中で、まあ、悪知恵っていうか、いろんな知恵を出してがっぷり稼いだのが大阪府泉佐野市とか静岡県小山町とかですね。でやりすぎじゃないか、こらめとか言って国からまあなんかお給を据えられたりしてますけど、もともとそういうレッドオーシャンの奪い合いの仕組みを国が作って、その中で精一杯頑張った慣れの果てが泉佐野市です。鬼っ子です。泉佐野市が悪いって政府は一方的に非難してます。決して褒められたもんじゃありませんけど、そもそも悪いのはそんな制度を作った国が悪いです。自らはまず反省してそんな制度をやめるべきなんですけど、そこのところは口を拭って泉佐野が悪いっ ってやってるのは どんなもんかなと思います。レッドオーシャンです。もう一つは、私が10万円寄付すると、多分標準的なところだと3万円分のなんか届きます。肉とかさくらんぼとか。10万円寄付すると9万8千円税金安くなって3万円分のさくらんぼが届くということは、都合を全部カチャカチャっと計算すると2000円で3万円のさくらんぼが買えることです。こんなお得なことはないです。もっと所得の高い人がならば20万円寄付できます。30万円寄付できます。30万円寄付すると3割の9万円牛肉が届きます。2000円で9万円の牛肉が買えるんです。もうこれこそ超ダンピングですよね。ふるさと納税は超ダンピング制度です。これは価格破壊です。こんなことやったらまともに肉屋に定価で肉を買いに行く、もう元気が出ないですよね。なんでこんなことをするんだろうかとまあ思いますけど、今度政府は3割まではいいよって言いましたから、3割まではいいよってことになりましたから、堂々とそのダンピングが行われるわけです。菅官房長官が言い始めたものなんだ。菅官房長官の大変なミスですね。しかも、その責任を取っていないんですね。菅官房長官に責任を取ってもらいましょうね。